みなさん、やっほー、りくチャンネルのアラミと、りくチャンネルのレイちゃんでーす。はい、今日はレイちゃんと一緒に、100均のおままごとのおもちゃで遊んじゃいます。前にさ、この動画で、セリアで5分間買い放題やったと思うんだけど、その時に、おもちゃコーナーで、おままごと系のおもちゃをね、いろいろ買ったんだけど、もう思ったより、100均のおもちゃのクオリティ高いし、めっちゃ可愛かったわね。まあ、紹介しつつ、レイちゃんとごっこ遊びします。ね、レイちゃん。はい、じゃあそれでは早速スタート。 I don't wanna be the girl but I kinda need a word when I'm into you。 じゃあ気になってんのから紹介しようかな。じゃあまずはじゃじゃじゃーん、こちら、これがビーフシチューとカレーとクリームシチューのルーです。これがね、もう超可愛くて、のっぺんさんもやってたんですよ、動画で。まずパッケージがこんな感じ。上からカレービーフシチュー、普通のシチューのやつなんだけど、じゃあちょっとカレー開けてみるね。こうやって出すと、中にルーが入ってんの。可愛いよね、めっちゃね。で、これプラス、見てて。こうやって取れんの。こっちだけかな、多分。ここだけだ。取れんの。これ無限シリーズですね。無限にパキパキ割れちゃうの、こうやって。で、これビーフシチューもあるんで、こんな感じで色が違うだけで他は一緒です。無限にパキパキこうやって割れちゃいます。これがアルミが一番ね、めっちゃ気になってたやつ。次はジャムとマーマレード。これがなんか瓶みたいなのにジャムが入ってるらしいんだけど、本当に入ってるのかな、これはね。気になるね、レイちゃん。1個がいちごジャムで、もう1個がマーマレードのジャムになってます。ちゃんと蓋とかもね、こんな感じになってて、めちゃくちゃ可愛いの。じゃあ開けると、すごい、めっちゃ入ってる。あ、こんな感じなんだ。はい、3枚入ってました、ジャムが。これ取ってパンに乗せてみたいな。で、なんかシリコン素材乗ってんの。すごい可愛い。で、次がマーマレード。マーマレードも色が違うだけでこんな感じで、これが3枚入ってます。ルミがちっちゃい頃こんなクオリティ高いのなかったもん。で、次、じゃん、これがソルト&ペッパー、塩と胡椒。めっちゃ可愛くない？もう見た目だけで可愛いじゃん。で、これ本当にこう回すとカリカリ言うらしいの。はい、で、これを回すと、すごっ、すごい。ねえ、レイちゃん、こっち同じかな。え、同じ。すごい可愛いんだけど、これすごいね。可愛いね。じゃあ次いきます。次が、あ、これも無限シリーズで、次も無限にトウモロコシとそら豆のセットで、皮が剥けたり豆を取り出せんの。お礼が気になってる。食べ物だと思ってるでしょ、レイちゃん。で、トウモロコシはこうやって皮が剥けるので、こうやって戻せばもう無限にね、皮が剥けるんで、剥いて料理に使います。かわいい。で、そら豆開けるよ、パカ。すごい、そら豆が入ってました。すごい、マジかわいいんだけど。次が、これも気になってたの、たこ焼き。で、これが本当にタコを入れて遊べるたこ焼き屋さんセットみたいな。ほら、まずピック、このたこ焼きくるくるするやつ1個と、で、タコがねついてます。ほら、3つついてるので、これをたこ焼きがあるから、この中にじゃん、パカッてやって、ここにタコ入れて、で、こう閉めて、で、ここに置いて、で、こうやってくる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 たこ焼きができます。で、できたらこれ刺して完成。はい、どうぞ。フーフーしてね。はい、どうぞ。美味しいね。で、ちっちゃいので、ちっちゃい子とかワンちゃんは食べないように気をつけてください。もうレイは食べそうな勢いです。たこ入れて、レイちゃんたこ焼き屋さんだよ、どうぞ。マジでこれはクオリティ高すぎる、めっちゃ可愛い。次はこれ、よくね YouTube とかでも見かけてたチキンナゲットのおもちゃで、これもすごくて、ソースを実際に作れるみたいな。よいしょ。ナゲットがね、いっぱい入っててね、はい、こんな感じでね、もうソースがついてるこれナゲットがあるんだけど、このソースをこの中に入れて、で、これをね、ここにこうやって、何もついてないナゲットをこうやってやると、お、ソースがついた。ね、すごーかわいいんだけど。で、もう一個もこうやってやると、じゃん、ソースがつく。やばくない？かわいい。で、これね、ケチャップもあるらしいんだけど、売り切れてて、これしか残ってなかった。なんかこれ人気みたいで、残り2個くらいだったから、
マジでよかった、買えて。で、次。あ、これカップヌードル。実際、本当に麺が出てくるカップ麺。もうね、パッケージがめっちゃ可愛いじゃん、これ。で、開けると、これあって、で、フォークがついてるから、こうやって、麺が出てくるの。で、すごくない？ね、やばい、可愛い。はい、れいちゃん、カップ麺だよ。お座り。はい、どうぞ。はい。美味しいね。美味しい？どうぞ。いや、美味しいね。レイは食べたふりがすごい上手です。で、本当に食べないようにね、みんな気をつけてくださいね。注意して。で、次。これは見た目がもうめっちゃ可愛くて買っちゃったの。ホットドッグ。めっちゃ可愛いじゃん、これ。ちゃんとお店みたいに、こう紙の器みたいのもついてて。ほら、こんな感じ。ね、可愛いよね。で、あの、レタスとか取れるから。はい。レイちゃんいらっしゃいませ。ホットドッグ食べますか？なんかちょっとさ、ホットドッグだからさ、犬がさ、お注文するのちょっとなんかやだね。ホットドッグで。じゃあ、レタス入れて、ウィンナー入れて。はい、お待たせしました。どうぞ、ホットドッグです。はい、食べて。いただきます。はい、パク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 。美味しいね。次は、じゃあこれ、たい焼き。これも、たい焼きを焼けるおもちゃ。見て、これもね、これたい焼きがついてて、中にあんこがあるんですよ、こうやって。で、あんこ入れて、閉じて、で、このたい焼き器にこれ入れて、閉めて、これで焼くみたいな。で、これでジュージュー焼いて、はい、完成！お待たせしました、どうぞ！どうぞ！はい、美味しいですか？美味しいね。はい、ごちそうさまでした。可愛くない？たい焼きの機械もちゃんとついてるから。で、次、コロッケ。これはなんか実際に作ったりとかじゃなくて、普通のコロッケです。じゃあ、れいちゃんいらっしゃいませ。コロッケいかがですか？揚げたてですよ。で、ちょっとトング使って。よいしょ。はい、どうぞ。お待たせしました。どうぞ。どうぞ。どうぞ。パク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 。で、食べたら、あ、食べた。こうやってちゃんと。取れるから食べかけも再現できるの。はい、パク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 、美味しいね。次は無限にホタテとエビの皮とかが剥けちゃうやつ。開けると、まずじゃあホタテからね。ホタテは貝が取り出せんの。こうやって開けると、あ、いる、ほら貝がある。これも取り出せちゃうので、すごくない？可愛い。で、もう一個がエビ。エビはね、剥けるんだって。これ剥けるの。あ、で、裏も向けて、あ、取れた。尻尾も取れる。で、頭も取れるらしいけど、ちょっと硬いんで、後で。めっちゃリアルですね、これ。続いて、これも無限シリーズ、カチッと缶詰。これ缶詰もね、何個かあったんだけど、桃にしてみました。こんな感じ。え、入ってる。え、すごいすごいすごい。入ってるの？これマジ。え、見て、まずこれね。こんな感じの缶詰になって、え、あ、入った。桃入ってるよ。はい、こんな感じで、一個半分の桃。で、もう一個が割れんの。で、こうやってカチッてね、はめれば何回でもこうやってパカッてできるから、もう無限にね、缶開けるの楽しめます。やばー、かわいい。はい、セリア、ラスト。お好み焼きセット。で、これも、これ鉄板の上でこう焼いて、ひっくり返したりこうできて、で、最後はこれでこうやって切れるよ、みたいな感じ。はい、れいちゃん、お好み焼きだよ。はい、食べる？切ってあげるね。はい、どうぞ、お好み焼きでーす。どうぞね、おもちゃ。おもちゃ。マジで、皆さん気をつけてください。あ、次は、ダイソーで買ったやつ2個です。フライパンセットと、ピザセット。これがね、フライパンとお野菜がね、ついてて、こんな感じ。かわいいよね。フライパンもついてるから、ジュー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 焼いて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 、はい、できました。トウモロコシもあるよ。はい、パク。はい、人参大好きでしょ。はい、パク。はい、ブロッコリー。はい、パク。美味しいね。はい、ごちそうさまでした。で、最後はピザセット。で、これもちゃんとピザカッターがついてるから実際に切れるんですよ。はい、切ります。はい、ピザできたよ。どうぞ。はい、あーん。はい、ビュン。美味しいね。はい、ごちそうさまでした。
はい、これで100均のおままごとのおもちゃ以上です。マジでびっくりしました。はい、じゃあね、またこんな感じで100均の新作のおもちゃとか紹介してほしいと思った方、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。みんな SNS のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。